7月7日に投開票された東京都知事選で落選した蓮舫前参院議員56が13日自身のインスタグラムでライブ配信を行い現時点での国政復帰については考えていないと言及した蓮舫氏は次のステージについてフォロワーから聞かれるとどうかな今はねえ国政選挙はもう考えてないと明言 配信に参加した長男が驚きの声を上げる中、蓮舫氏は都知事選について、国政から卒業して、都知事に手を挙げて、すごい景色を見たんですよ。1000人単位で聴衆が増えていく演説会場は初めて、と回想し、毎晩帰ってきて、自分の演説のここが悪かった、ここが足りなかった、今でも夢を見ている、と現状を明かした。続けて、 演説をあそこまでちゃんと聞いてくれた人がいて、残念ながら結果が出せなかったけど、120万を超えた人が、蓮舫って書いてくれたことに対して、これでまた国政に戻るというのはちょっと私の中では違う、とコメント。そうしたら渡り鳥みたいじゃない、と表現しながら、都知事選で獲得した票については、あれは都知事として頑張ってという応援、とし。 次のステップでまた国政とですかという声は聞いてないんですよ。自分の中で整理をつけなきゃいけないと思っていて、一旦、キリオドかな、と語った。今後については、考えたら大学2年から芸能界デビューして、大学出て芸能界入って、18年ぐらい芸能界いたり、中国留学したり、双子を産んだりして、政治家を始めて20年やってきて。ずっと走り続けてきたから、 自分が他の何かになれるんだってことを考えたことなかったと白紙を強調。他の何かになれるのかなという不安も半分ありながら、無職なんだけどと笑いながらやりたいことってなんだろうと悩む様子も見せた。その中で自身の育児に関する情報を発信することで同じ悩みを持つ人たちの声を聞いた経験が印象に残ったと言及。 蓮舫に聞いてもらいたいことがある場所というのをこういう風にインスタライブでやってみるのもありだが私の声が誰かの力になるんだったらそれはすごくやりたいことなのかなと思っているとインフルエンサーとして SNS などで発信していくことには意欲を見せたその後もその次のステップが見えない何がやれるんだろうと本音を見せつつ楽しいなそう考えると 何ができるんだろう、皆さんにアイデアもらいながら、自分でも模索していきたい、と呼びかけ。配信の最後には、沖縄を拠点に社会問題をネタにするお笑い芸人で YouTuber の、せやろが伊おじさんが蓮舫氏にコンビを組むラブコールを送っていることを話題に上げ、せやろが伊おじさんが、お笑いを一緒にやりたいって言ってるの。やっちゃう、と冗談ぽく笑いながら、いろいろ可能性は考えたいので、 これやってほしいとか、こうしてほしいというのがあったら、また、教えてください、とまとめた。蓮舫氏は都知事選で、2位の石丸真嗣前広島県秋田方市長にも届かず3位に沈んだ。都知事選で敗れた場合、次期衆院選への蔵ら替え出馬、論が取り沙汰されてきたが、想定外の惨敗となり、 次期衆院選へのくら替え出馬は見送るのではないかとの見方も上がっていた前日12日には自身の X 旧 Twitter を更新し国会議員時代から自身の戦闘体制を象徴するファッションアイテムだった白いジャケットをリサイクルに出して手放したことを告白していた